90点で90点みんなめちゃめちゃレベル高くて食べないと死ぬんでとりあえず食べるっていうマンツーマン多かった方がやっぱ英語力伸びるんで豪華特典プレゼント中受け取り方法は概要欄をチェックまず最初にニックネームとセブ島の留学期間何週目なのかっていうところをお聞きしたいですゲンです、はい、ここに4ヶ月ステイして今日卒業します僕はニックネームはレオですレオさん、3ヶ月いて、はい、一緒に今日卒業します僕のニックネームはハッピーですハッピーさん、今4ヶ月ここにいて、はい、トータルは6ヶ月なんであと2ヶ月いますあと2ヶ月いらっしゃるということで皆さんはあれですかもともと期間は延長されたっていうふうにちょっと先ほどお伺いしたんですが当初の予定は何ヶ月だったんですか僕は6ヶ月でもう何も延長もなくそのままです、はい僕は3ヶ月予定で2週間だけ延長させてもらいました僕は2ヶ月予定で2ヶ月延長しましたありがとうございます皆さんがですねそれぞれ今受講されているコースについてお聞きしていってもいいですか僕最初2ヶ月 ESL で、はい、今は IELTS のコース選んでますなるほど1日だいたい何コマぐらい授業されてますかね1日だいたい8ですねで、IELTS は4個グループと4コマンツーマンっていうのが決まっててそこがちょっと難点かなっていう ESL は最大6個マンツーマンと2コマグループ選べるんでマンツーマン多かった方がやっぱ英語力伸びるんでなるほどなんかそのマンツーマンとグループのところで言うとなんかこうそれぞれ得られるものというかこう体感としてどっちの方が、まあ、個人的にやりやすかったとかってそういうのありますかああマンツーマンの方がやりやすいです、ね、マンツーマンの方が結構スピーキングとか伸びるのでうんあと先生とかも教えてくれたりとか吸収も早いですなるほどグループのレッスンってちなみに何名ぐらいで同時にやられるんですかグループによるんですけど4から10ぐらいです4から10レベルに合わせてグループが割り振られてそうですねその中で、まあ、同じレベルの方と一緒にっていう感じなんですねただ ESL 経験してから IELTS のグループ行くと、はい、みんなめちゃめちゃレベル高くて聞き取るのにやっとみたいなそれが大変ですそこはなんかあれなんですかちょっとこう質問とかはできやすいような雰囲気があったりとかあ先生によってそれは先生によってなんですね、はい、そこはやっぱり僕ネイティブの先生選んでるんですけど、はい、めっちゃ喋りやすくてやっぱめっちゃ伸びましたねリスニングはフィリピンの留学でそのマンツーマンもグループもご経験されて両方とものこういいところを吸収されたというところで、はい、よかったですありがとうございます僕は ESL のコース行った後に1週間ワーキングホリデーコース移ったんですけど、はい、また ESL に戻しましたあらな何が理由で戻されたんですかトロントってところに僕旅行行ったんですよ、はい、バイクをレンタルするぐらいしか交通手段がなかったんですよ、はい、そしたら事故っちゃって日本で帰って一回病院で検査してもらう期間も含めてオーストラリアにワーホリ行くの延長したんでだったら今ワーホキングホリデーコース受けなくてもいいかなっていうのでまた ESL に戻したって感じです今のコースですね ESL で ESL コース今何コマぐらいやられてますか8でマンツーマン6のグループ2ですうん、それはもう6ヶ月間最初から最後までそのコースなんですか最初3-3で IELTS にしてたんですけどまだ早いなと思って1回戻ってって感じですね、うん、なるほどじゃあ留学に来てからも、はいまあ、その方の状況に合わせてコース変更もこう適宜対応してくださるみたいな感じなんです ね, ですね日本人のマネージャーさんとかに相談したりするんですか僕の場合はスチューデントマネージャーと周りの友達に相談してちょっと一回戻ろうかなというのを考えてから最後は自分で決断してって感じですね今回ですね CIA の留学生の皆様にズバリ100点満点中何点満足度って言ったところをお伺いしておりまして100点満点中何点かお伺いしてもよろしいですか僕は75点です75点。100点に届かなかったところの伸びしろをちょっとお伺いしてもよろしいですかある程度の英語伸びるんですけど、はい、中級以上になってくるともう英語なかなか伸びにくくてあとは日本と比べての衛生面だったりとかご飯が毎回同じメニューだったりっていうのがありますねもともとセブンにいらっしゃった時の英語のレベルっていったところはどういった形から始まったんですか中学英語がちょっとできるかできないかぐらいでまあトイック300ぐらいで結構低かったんでそっからまあ伸びたって感じですね体感的には先生との会話の質が変わったとか何かこう言いたいことが言えるようになったみたいなのってありますか言いたいこととか意見はもう全部言えるようになりました、ね、すごいご飯
段のところで言うと日本食みたいなところでちょっと物足りないなとかはあったんですか、うん、その味の部分が結構大きかったですかね。味の部分が大きいですね。日本と比べて何この味みたいな、何この味、味付けがおみたいな、うん、皆さんやっぱ感じられてるんですか、まあ、美味しい時もあるんですけど、美味しい時もあるです、はい、たまにちょっと焼きそばが酸っぱかったりあれあれみたいな、まあ、文化の違いだと思うんですけど、そういうのがたまにあります、ね、他の部分はもう満足って感じですか。大満足、英語力はもう結構伸びたんで、はい、まあ、そこは感謝してます。トータルで言うと、まあ、他の学校も検討されたと思うんですが満足度は選んでよかったなっていう感じですかね。選んでよかったですね。他の学校より断然綺麗なんで、ここは、はい、プールあって友達と遊べるんで、そこが良かったです。ありがとうございます。ではお次、ズバリ100点満点中何点でしょうか。僕は90点で90点。残りの10点は、5点がやっぱご飯、ご飯、あとの5点が、はい、ルームメイトのやっぱ文化の違いですか。なるほど。ちなみに何人部屋で今過ごされてるんですか。僕は一番最初が3人部屋で、はい、その後4人部屋移って、でその後2人部屋移ったんですよ。で今2人部屋なんです。それはご自身でやっぱちょっと合わないなっていうのでチェンジされたみたいな感じなんですか。3人部屋でもともと3ヶ月おって、はい、で延長するってなった時に3人部屋がもう空いてないっていう状況で4人部屋移ったんですけど、はい、4人部屋ちょっと狭すぎて僕にはちょっと合わなくて、なるほど、で2人部屋に移ったって感じですね。日本人同士同じ部屋とかではなくて他の国の方も一緒にこうミックスでランダムで、日本人と一緒になることもあるんですけど、まあ、今僕2人部屋なんですけど、はい、相手はサウジアラビアの方なのでだいぶ文化は確かに、しかも2人ですからね。だいたい夜になると宗教のなんかお祈りみたいなやつ始まるんですよ、はい、その間はなんか静かにしてないといけないとか。なるほど、確かにそれはちょっと、まあ、宗教も絡むと気使いますね。そうですね。お祈りの時間ってどれぐらいやられてるんですか。1日に 2,3 回やって多分10分15分ぐらいお祈りの時間があります。ずっとベッドの上でこう静かにしてそれをずっと見てるみたいな状態ですね。他の面では大丈夫ですか。困ったりしたことはないですね。あ、うん、やっぱり皆さん共通してやっぱ食事みたいなところはマイナスポイントにはなってしまってる感じですね。うん、日本食ってやっぱ美味しいじゃないですか。そうですね。こっち来ると全部が違うっていうような感じ。確かに。ではハッピーさん、はい、100点満点中ズバリ何点でしょうか。80点です。おお、まあ、いいところから言っていくと、はい、他の国の友達ができるっていう部分と、はい、英語力が自分自身本当にゼロから来てるんで伸びてるっていう部分と、あとはちゃんと勉強できる環境が整ってるっていう、遊びながらもちゃんと夜はシフトちゃんとチェンジできるっていうか、夜はちゃんと遊んで朝から夜まで勉強してみて、ちゃんとそういうところができてるという部分はめっちゃいいなと思います。ダメな部分はほとんど言われたんですけど、ご飯が一番大きくて、ご飯やっぱでかいですね。僕の場合フィリピンの白ご飯がもう食べれないんで、ちょっとパサパサしてますね。パサパサしてるし匂いもきついし、僕は本当に食べれないタイプの人間なんで、そこが一番きついっていうのと、ただ朝ご飯は僕パン食べるんで、はい、パンは美味しいんで、それでも毎日同じパンが出てくる。同じパンが出てきます。同じパンが出てくる、でも飽きない。美味しいパン、美味しいパンです。飽きないっていうか、もう食べないと死ぬんでとりあえず食べるっていうそこはちょっときつい部分ではありますね。なるほど。あとは最初の方は2人の人と一緒に住むっていう環境に最初はちょっと適合するのがしんどかったっていう部分は正直大きかったと思います。今3人部屋は他の国の方も一緒に暮らされてるんですか。そうですね、今2回ぐらいチェンジしてるんです。それは自分でですか。あ、そうです、ちょっといろいろあってチェンジしたんですけど、最初すごいいいメンバーだったんですよ。そこから1人がチェンジしたらその人ともう1人の人がすごい喧嘩をし始めて、仲良かったアラブ人の人が移動するっていうんで自分も移動しようって思って移動したのが1回目で、2回目は移動したらエアコンの温度を下げる人だって、僕はすごい寒いと思ってて上げるって言ったらすごい怒ってきたみたいな、自分の文化はこうだからお前が移動しろみたいな風に言われて、もう仕方なくもう一回移動したっていう感じですね。今の人はアラブ人の方と韓国人、まあ、やっぱり文化の違いとかもあるんで、でも結構楽しくやれてます。他の日本人の学生とかもそういう感じで本当にミックスになってるんですか。大体ミックス、大体ミックスなんですね。全員ミックス。そういうところでエアコン問題が出てくると
エアコンとかいびきもあるし、洗面所の使い方とか。僕的にはトイレが一番でかいかもしれない。トイレでも何がコースがついてるんですよ。あ、はいはい、アラブ人とかの方だったらトイレットペーパーを使うっていうよりかはホースを使う人が多いんで、終わった後に濡れてる、それがちょっと僕の中では結構ストレスな時はありますね。だからこっち来てから思うのは、はい、思ったことは言おうと思って、はいはい、濡れてるから拭いてくれっていうのをしっかりお願いいつもしてます。ちゃんとそれ言ったら意外と守ってくれるんで。異文化に触れながら生活されてるということですね、はい、皆さん。では最後にですね、ちょっと留学の先輩としてですね、これから留学を検討されてる方に何かこうアドバイスがあれば、ぜひお一人ずつお願いしてもよろしいでしょうか。僕が思うのは、ここに英語01の人が来るんだったらいいと思うんですけど、英語力がある人でここに来るんだったら短期間の方がいいなと思ってて、僕の場合は本当にゼロだったんで、こう伸びた実感があるんですけど、英語ができる状態でここに来てしまったら、アメリカとかブリティッシュ英語とはまたちょっと違う英語を話すと思うんで、そこからの伸びっていうのが見込めないっていうのが正直な感想で、僕的な体感としては6ヶ月は長かったかなっていうふうにすごい思ってて、ちょうどこの週で4ヶ月なんですけど、これぐらいで終わって次の国に行くのが僕的にはベストだったのかなっていうふうにも思います。なるほど、ありがとうございます。そうですね、もう僕的にも3ヶ月でちょうど良かったかなとは思います。なんかほとんど0か1の状態で来て、3ヶ月4ヶ月ぐらいいて、その後ワーキングホリデーに行くみたいな子たちが多いんで、来る前には単語はある程度覚えてきたら、文法はなんとかなる伝えたいことは伝えられるんで、でも単語知らないと何も言えないですもんね。伝えられないんで、単語はある程度やっといた方が伸びは早いかなとは思います、ね、ありがとうございます。僕も同じで3ヶ月が一番ベストだと思ってて、3ヶ月超えたあたりでもう英語が伸びなくなってきてたんだ。で、逆にその3ヶ月までめっちゃ伸びたのは、もう毎日ひたすらノート取ってて、その授業の内容のノートを放課後に取るっていうので、それでめちゃめちゃ伸びましたね。めちゃくちゃちゃんと勉強するじゃないですかあと一つ最後言えるのが、まあ、日本の薬だけは絶対に持ってきた。僕一回肺炎で入院したんですよ。それが一番死にかけたエピソードで、その時だけ日本帰りたかったですそうですよね、はい、ありがとうございます。では皆さんに本日はですね、 CIA のガチ評価についてお話ししていただきありがとうございました。これからですね、 CIA に留学を考えられている方はぜひ LINE でお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いします。ちなみに T シャツも CIA さん販売されてるそうなんで、かわいいですね、うん、今日の格好だけちょっと、なんでこうジャパニーズスタイルの格好されてるかだけちょっと最後に一言いただいてもいいですか。今日卒業式なんで、はい、やっぱ日本のなんか文化がね伝わるような服を着ないといけないということで、日本のこの鶴の柄が入ってる、はい、明日も、はい、セットアップであれなんですけどもうヒーローになれますよね。いや、間違いないです。この後卒業式ですか。あ、お昼過ぎから。ちょっとではありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。